登山計画2023年9月岡山県に住む赤井さんは休日を趣味の山登りに使おうと思い岡山県と鳥取県にまたがる三原山への登山を計画します早朝に総社市内を出発し三原山の東にあるお夏の墓から入山北西にまっすぐ進み三角点を通過し八本越えを越えて山頂を目指します 三原山の頂こと真っ向に到着後は来た道をたどる形で下山し往復5時間程度で行程を終える日帰りスケジュールです走行す距離は 7km と他の登山ルートと比べると短く赤井さんも日が暮れる前に帰宅するつもりでした登山者のプロフィール今回の三原山への登山を行ったのは当時50代後半の男性赤井さんです 赤井さんは過去にいくつもの山を踏破しており、豊富な登山経験を持つベテランの登山愛好家で、当然、登山の危険性についても人より詳しく、出発前の装備もしっかりと整えていました。長袖、長ズボンを着込み、怪我を防ぐのはもちろんのこと、登山靴を履き、地滑りや足の疲れを抑え、さらには万が一山奥で遭難した際に備えて、 スマホを通して位置情報を捉え、登山経路を記録し、情報共有ができるアプリを家族に持たせていました。登山決行当日も、目立ったアクシデントはなく、三原山に行ってくる。日が落ちるまでには帰ってくるよ。赤井さんは奥さんに一声かけると、荷物を携えて家を立ちます。奥さんは具体的な登山計画を知らされていませんでしたが、彼が長年培った経験と、 危機意識に全幅の信頼をを置いいており、りりつも通り赤井さんを送り出します。彼らはすっかり忘れていました。慣れてきた頃こそ気を引き締めるべきだということを。一つのミス。2023年9月3日、赤井さんは午前の8時12分には入山口であるお夏の墓に到着。本格的に山に入る前に位置情報アプリの動作を確認し、 アプリが特に不具合もなく動作していることを確かめると三原山へ足を踏み入れます登山を開始してからも定期的にスマホで周辺の地図を見て現在地とのズレが生じていないかを入念に再確認を行い一つ目の通過点である三角点を難なく超えることができましたその後も順調に足を進め次の八本越えにたどり着き山頂まで あと少しとというところままで来ます。しかしこれまでの道で披露した赤井さんを待ち受けていたのは自分の背丈を優に超える群生した寝曲がりりの集まりでした。これは登山を行う際に歩行の邪魔になるだけでなく一面を覆い尽くすようにびっしりと生えています。そのため見渡す限りの笹に惑わされ正しい方向を見失いやすく。 これがあることで、今回の登山コースは上級者向けになっていました。赤井さんには登山慣れしている自負があり、いざという時の対処法も頭に染みついていました。そのため、難易度の高いコースに挑んでも、当たり前に登って帰って来られるだろうと何の心配もしていません。しかし実際に大量の寝曲がり丈に相対すると、お呼び腰になってしまいます。 まさかここまで視界が遮られるとは怖いが進むしかないなここで立ち止まっていては本来の下山時刻に間に合いません赤井さんは笹をかき分けながらたびたび出現する急な斜面もあらかじめ持ってきていた登山用の杖を駆使し乗り越えましたですが次第に赤井さんは方向感覚を失い不安感に駆られます 自分の判断が正しいかわからなくなってきた。確認した方が安全だな。そう考え、現在位置と周辺地図を見るべく、スマホを取り出そうとしました。ところが、赤井さんがポケットをあさると、空っぽになっており、どこにも見当たりません。落とすと危ないから、カバンに詰め替えたんじゃないか。そんな考えのもと、リュックサックの中も探しますが、入っているのは、 元からカバンに詰めてていた荷物のみ、赤井さんはスマホを紛失してしまっていたのです。連絡手段としてはもちろんのこと、コンパスや地図の代わりとしても、スマホを使っていたので、赤井さんは大パニックに、今まで通ってきた道を戻って、探しに行こうとしますが、再び根曲がり竹の中を分け入って、元のルートに戻るのは、道の前景がつかめず、迷うことが想定されます。 リスクの高い行為と言えるでしょう。あんなところで迷ったら、見つけてくれる人はいないだろう。赤井さんは携帯を諦めて、山頂を目指すことを決めました。山頂に行けば、他の登山者と出会える。そうすれば、一緒に下山させてもらおう。そう考えたのです。しかし、登れば登るほど、斜面はきつさを増し、赤井さんの疲労はどんどん蓄積していきました。 焦りスマホをなくしてしまった赤井さんは道がわからないなりに上を目指しますがいくら歩いても目的地にはたどり着けませんこの時の赤井さんはアクシデントが立て続けに起こったことで精神的に追い詰められていました登山に必要な情報の管理を携帯に依存していたこともあり「なぜいつまでたってもつかないんだこのままだと遭難してしまう」 そんな焦りが精神を追いい詰めていきます赤井さんは迷いと気がかりに時折足を止めしかしすぐに止まるのはまずいと考え直し歩き出すこのようなことをしばらく繰り返していましたその後も彼は山頂に向かってヘトヘトになりながらも一直線に突き進みます「かんだよりだがこの調子ならあと少しもすれば頂上につけそうだ」。 そうわずかな希望を抱いた瞬間、これまでの心身の疲労がトラブルを招いたのか、赤井さんはよろけた拍子に手を滑らせ、体を支えるのに使う登山用の杖を急斜面に落としてしまいます。拾いに行こうととっさに体が動きますが、杖は下に落ちていくうちに、赤井さんからは見えないところにはまってしまいました。またやってしまった。あれがないとこの先大変だぞ。 しかし立て続けにトラブルが起こり地図代わりのスマホすら持たない今あんな奥深くに入った杖を拾いに行くなど赤井さんには無謀としか思えませんでした今迷ってしまうと遭難に直結するそう考えたのでしょう彼は緊迫した状況下でまた道具をなくしてしまった自分の不注意を悔やみつつも杖を諦めてペースを上げ山を登り進めていきます それから赤井さんはしなびた笹や近場の木々にしがみつきながら足を進めいくつもの斜面を乗り越えどうにか三原山の頂上に到達。その後は手軽な場所に腰を下ろして他の登山者がやってくるのをゆったりと待っていましたしかし山頂には誰も来る気配はありませんただ時間ばかりが過ぎていきます救助要請をしたくても連絡手段がない状況。 赤井さんは山頂で一人頭を抱えてしまいましたこのまま日が落ちると下山するにも難易度は格段に上がりますどうしようこのまま待っていたら一晩この山で過ごすことになる夜に備えた装備や備蓄は持ってきていない次第に赤井さんはこのまま登山者を待ち続けるよりとにかく早く帰りたいと考え自力で山を下ることにしましたとはいえ 来た道をまっすぐ戻るとまた根曲がり竹と鉢合わせすることになり迷いかけた経験も相まってそこから降りるのは気が進みませんそのため赤井さんは山頂からあたり一帯を見下ろして安全に下山できそうなルートを探そうと目を凝らしますすると赤井さんの目には切り立った地形を流れる川が映りましたこの川は鳥取県内にある佐治川と呼ばれる川で 大きなダムに隣接しています赤井さんは川に沿って降りれば迷わず下山できるだろうと考え早速佐治川の付近に踏み出し川に平行するように下り始めます。実は山岳遭難事故での死亡原因は転倒滑落が3割程度を占めており岩場や水辺の近くに行くのはとても危険な選択なのですが下山することばかり気を取られていた赤井さんは。 冷静な判断ができなくなっており沢を下る決断をしてしまいました家族自宅で赤井さんの帰りを待っていた奥さんは夫に持たされた位置情報の共有アプリからの連絡が10時45分の現在地以降途絶えたことで夫の安否を心配し始めます山奥だから電波がうまく届かないに違いないそう考えていましたが数時間たっても 位置情報は更新されません何があったんだろう怖いけど待つしかないか赤井さんの奥さんは不安を抱えつつ夫を信頼して連絡を待ち続けますしかし十九時を大幅に過ぎても連絡が来る気配はありません痺れを切らした奥さんは主人に遭難の疑いがあると警察に連絡を入れ連絡を受けた警察は すすぐにに山へ調査に向かいますしかし赤井さんは登山計画書の提出を行っていませんでしたそのため警察はまず赤井さんが利用したルートを突き止めるところから始めなければならず結果としてそれは捜索開始が遅れる大きな要因になってしまいました警察はすぐに三原山に向かうと周辺をくまなく探し回り同日の22時ごろに 登山口近くにある赤井さんの車を発見、呼びかけを行いますが、返事は返ってきません。その後は警察も山に足を踏み入れ、近辺を探し回りますが、日が落ちて視界が悪かったこともあり、捜索は難航。赤井さんの足取りをつかむことは叶いませんでした。大規模な捜索2023年9月4日 赤井さんが消息を絶った翌日、彼が戻ってくる気配はありません。これは一大事と判断した近隣の警察署は、岡山県警津山警察署と地図警察署、さらには有志のボランティアスタッフを募り、即席の救助チームを結成し、ついに大規模な捜索が始まります。彼らは赤井さんが通ったらしき登山ルートをなぞるように、声掛けを行いつつ、奥地へと進んでいきますが、 痕跡もなく手がかりも見つからず赤井さんの居所は不明のまま通りがかる他の登山者に目撃情報を尋ねますが有用な証言は得られませんそれからも収穫はなく時間はどんどん過ぎて行きこの日も夕方を迎えてしまいます警察は多人数を動員していることもありできる限り粘ろうとしますが 遭難者の救助にあたる人が遭難する二重遭難の可能性も高まるため今日は捜索を切り上げるべきだと苦渋の決断を下すことに翌日になっても赤井さんの足取りは依然つかめずチームと残された家族の間には緊迫した空気が漂っていました明日こそは絶対に見つけ出そう一同は互いを叱咤激励しながら より一層救助に尽力することを誓います。72時間2023年9月5日、赤井さんが遭難してから3日、この日も早朝から捜索が始まりました。遭難には72時間の壁が存在し、これは人間が水も食料もない状態で生存できる時間の限界を指し、実際に1995年、 1>, 1月17日に発生した阪神・淡路大震災においても被災者中の生存者の割合が72時間の経過を境に激減しました一同は焦りを胸にタイムリミットを超過しないようにと前日よりも急ぎ足で慌ただしく捜索を行い始めます警察は奥さんから赤井さんが登山熟練者だと聞いており 故に登山初心者が犯しがちなミスで遭難したのではなく最も危険な八本越えに直面しその余波で遭難したのだろうそう仮定して捜索を進めていきます救助チームは八本越えに着くと密集した根曲がり岳の茂みに飛び込み赤井さんの痕跡を探し始めましたそこでチームの一人がスマホが落ちているのを発見 赤井さんのものだと断定できる段階にまでこぎつけます携帯の発見場所を中心により深いところに立ち入ってみると赤井さんの所有物だったと思われる登山用の杖も見つかり彼らはようやく赤井さんを探すための手がかりを見つけることができましたですが赤井さんが地図や位置を調べる手段をスマホ以外には持っていなかったことそしてそれを落としていた場所が 登山道の途中となると赤井さんが本来の登山ルートを外れ道に迷っているかもしれないその可能性が一同の頭をよぎりました発見者らはチーム全体にこのことを連絡すると捜索する範囲を拡大し全体をくまなく探し回る方針に移りますしかしその変更がこの日の収穫をもたらすことはなく 日も赤井さんを発見するには至りませんでした。ドローン2023年9月7日遭難4日目である6日は警察だけでなく消防隊も駆り出され総勢30名以上が赤井さんの捜索に乗り出しますが運の悪いことに悪天候が猛威を振るい有力な手がかりもなく13時には捜索が打ち切りになってしまいます。 翌日の7日には朝8時から捜索が始まり、前日より人数は減り、警察と消防隊は合計20人ほどしか集まりませんでしたが、ボランティアスタッフは人数変わらず、捜索に協力しました。72時間の壁を越してしまったこともあり、一同は赤井さんの生存が危ぶまれる状況に業を煮やしつつも、懸命に捜索に励みます。 赤井さんが杖を落とした八本越えと、より遠くを探索する部隊とで二手に分かれていました。また、この日からは足での捜索に加え、二種のドローンで空からも赤井さんの足取りを調べています。そのうち一つはスピーカードローンと呼ばれており、音声を発信できるスピーカーが搭載され、遭難者への行動の指示を目的としています。もう一つはサーマルドローンと呼ばれる種類で、 温度が外気温と違う場所を把握できるので遭難者を迅速に発見することに長けていましたスピーカードローンは捜索に直接役立つものではありませんが赤井さんが生きていると信じ彼を励まそうとする意向が込められています赤井さん聞こえますか救助チームはこちらにいますよこのようにチームの他に2機の心強い仲間も加わり 捜索はより徹底的なものに変わっていきました連日の捜索で一同の疲労もピークを超えドローンの制御や映像の確認にも人員を割いたので現地を捜索する人数はかなり減り彼らの捜索はなかなか実りある成果を出せませんですが捜索を続けていると現地を歩いていた一人が声を上げましたなんと佐治川近くにある滝壺で 意識ののなくなっている赤井さんを発見したのです。声を聞いて急いで駆け寄ってきた救助チームが赤井さんの状態を確認意識こそまだありませんがまだ亡くなってはいません今なら助かるかもしれない赤井さんは至急病院に搬送され長い捜索も終わりを迎えました病院赤井さんは搬送先の病院で適切な処置を受けましたが 賢明な治療も虚しく、発見された翌日の8日に、完全に心肺が停止していると診断されました。赤井さんの奥さんは、大粒の涙を流しながら、出発時に夫を引き止めなかったことを悔やみました。赤井さんの捜索に関わっていたボランティアスタッフの方々も、こうなる前に見つけられなかった、力不足だ、申し訳が立たない、とコメントを残しています。 この出来事は岡山県だけでなく全国のニュースで報じられ自然の理不尽さを知らしめるとともに多くの登山家が赤井さんの死を嘆き注意喚起を呼びかける要因となりましたこの遭難事故が引き起こされた原因は地図やコンパスといった登山をするにあたり重要な指針となるスマホを落としてしまっていたことこれにつきます赤井さんは これだけ重要な機能が詰まっているスマホを、蓋を閉められるカバンに入れず、ポケットに入れて管理しており、なおかつスマホがないと気づいてからも、探さず放置してしまったことが、大きな問題点として挙げられるでしょう。近年のデータでも、登山者の約8割が通信機器としてスマホを採用しており、年々登山におけるスマホの重要性は高まっています。対策としては、 スマホの紛失を心配する必要がないように、楕円形の一部に開閉でき、つなぎ止められるパーツのついた、カラビナや、カバンや衣類にスマホを固定する、または対衝撃に優れた丈夫なショルダーやポーチに収納し、カバンの中にまとめて入れておき、荷物を一元管理するといいでしょう。近年では求めやすく、かつ使い勝手のいい道具が充実しています。私は 登山バックルとストラップ付きで破れづらい素材のワンティグリスというブランドの登山用スマホポーチを購入し使用しています他のポーチは取り回しが悪く草木の生い茂った場所に入る際に引っかかりやすかったのですがこの商品に変えてから狭いところを歩きやすくなりました結果的にかなり快適になったのを体感したので皆さんも登山を行う際の事前準備では 安全性を最優先にいざという時に自身の身を守れるように心がけましょう最後に今回の事故で亡くなられた方のご冥福をお祈りいたします今回も最後までご視聴いただきありがとうございました